長編アニメーションうるせえ奴ら第4弾。ラムは失踪した。なに、うるせえ奴らラムザ・フォーエバー。面堂家に伝わる樹齢300年の太郎桜、これをアタルが切り倒したことから物語は始まる。地底から湧き上がる鬼姫伝説、悪魔に見せられた友引町、何かが動き出したのだ。暗くて強大で不吉な何かが。体の調子が悪いとな。電撃が弱くなって空を飛んでもスピードが出なくなったっちゃ。大方は過労が原因であろうな。ラムの角が消えた。突然開始された面堂家と水の工事家の大戦争。引いてはいけない引き金を引いてしまったうるせえ奴ら。